う女の子ってこうなんか可愛さを残しておきたいとか、あそれはありますね。でそういうので逆にそういうので笑う男の人もなんかペラペラな感じするじゃないですか。あちょっとね薄っぺらい感じしますね。女性がもしやるにしても、まあ、全力でやっていただきたいっていうのがありまして、じゃあいきますよ、見てください、はい、これです。おうおうセクハラのセルフサービスもうちょっとあの緩めの方のもう一個、緩めの方、ええ、こうあるからね、やっぱりちょセクハラとかあんまりそういうのじゃなくてね、それはもちろんもう、誰も笑ってなかったんで、あ、ええ、関係者の方が、わかりました、もっと緩めのいいですよ、やりましょうか、じゃあはい、はい、じゃあまあその出会いとか大事なんでね、会った時に、はい、あの使えるギャグいきましょうか、はい、でしょ、あ、どうも、初めまして初対面でもこめかみちょうこれ石ころですよ、絶対怒られるやろ、これ石ころですよ、こんなもん、あの恥ずかしさがあの一番ギャグって辛いんで、見てる方もねちょっとねちょっと恥ずかしい、そうなんですよ、見てる方が逆に辛くなっちゃうんで、照れてると、振り切ることです、